ラウチンです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ皆さん、アサルト使ってますか？強いやつ弱いやついろいろありますよね。今日は最強アサルトランキングをやっていきます。では早速いきましょう。それでは最強アサルトランキング第10位は流星翔ですね。通常で使っても強いんですけども、アサルトで使っても強い。出が早いですし、全部当たると9万ダメージと結構いいダメージを出します。ただしクロードをアサルトに入れるっていうとちょっと悩むんですよね。それでは第9位いきましょう。第9位はアシュトンのドラゴンブレスですね。全て当たると10万ダメージと結構いきますし、これ範囲攻撃なのでそこそこの敵に当てることができます。アシュトンは通常で使うことがあまりないと思うので、アサルトに入れると意外といいのかもしれませんね。それではアサルトランキング第8位はオペラのハイパーランチャーですね。通常ではあまり使わないと思うんですけども、アサルトに入れるとかなり強いです。全て当たると11万ダメージといい感じで、さらに直線上の敵に当てることができます。ただしこれ光属性なので効かないやつもいるっていうのが注意点ですね。では7位はエルネストのブロークンハートですね。通常でも強いんですけども、アサルトに入れてももちろん強い。全て当たると11万ダメージと結構いきます。そしてこれ敵の真下に発生しますので、ほぼほぼ当たるっていうのがいいところですね。続いて最強アサルトランキング第6位は連続ビンタですね。通常で使っても強いんですけども、これもアサルトに入れると強い。全部当たると12万ダメージ、さらに出が早いのでほぼほぼ当たります。でもウェルチをアサルトかって悩みますよね。次に行きましょう。第5位です。第5位は千里のフレームスロワーですね。これもともと強いんですけども、準備に若干時間かかるんですよね。これをアサルトに入れることによって結構使えます。全て当たると11万ダメージ、さらに範囲が広いので意外とこれはありだと思いますよ。最強アサルトランキング第4位はソードダンスですね。アシュトンはアサルトで使うのが正解なのかもしれません。これ連撃系なんですけども、でも早いし終わるまでも早い、アサルトで使うとほぼほぼヒットして全て当てて13万ダメージ、めちゃくちゃいいですよ。続いて最強アサルトランキング第3位です。第3位は同じくアシュトン、ハリケーンスラッシュですね。全て当てると13万ダメージ、さらにこれかなり当てやすいのでめちゃくちゃおすすめです。最強アサルトランキング第2位です。第2位はエルネストのサウザンドウィップですね。全て当てると14万ダメージ、これ通常だとちょっと使いにくいんですけども、アサルトでぜひ使ってみてください。これめちゃくちゃ強いです。それでは最強アサルトランキング第1位、第1位はエルネストのソニックウィップですね。通常でもそこそこ強いんですけども、これはアサルトでぜひ使ってほしい。アサルトの中で一番ダメージを与えれるのはこれだと思います。全て当てると15万以上のダメージを出すことができて、さらにこれ範囲攻撃なんですよね。周りを巻き込みます。めちゃくちゃ強い。ただしエルネストをアサルトか、なかなか悩ましい。はい、ということで今日は最強アサルトランキングでした。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。